皆さんこんにちは、エルです。さあ今回も始まりました、はい、なんと今回の企画はエンゼルパイ発売60周年記念インスタ映え選手権。おこのエンゼルパイ、1961年に全国発売されたということで、今年で発売60周年になるのを記念して、まあ、この中の誰か一番エンゼルパイを美味しそうに可愛く見せれるかインスタ映えで競っていただきます。これなんか見て気づくことあります？すでにインスタ映えっていうのは気づくの、はいはいはい、てかあれ前見た時とパッケージ違うよね。そうなんです。ほんまや、私毎回これでポーチ作ってるんですけどそうだね、新しいパッケージになった感じになっておりまして、そう、何がリニューアルしたかと言いますと、こちらのマシュマロがもちもちになったみたいですね。あら、もう見てわかるやん、なんか、ね、で、なんと今回はただエンゼルパイを取るだけじゃなくて、新提案ということで、このエンゼルパイ、レンジで温めると食感が変わって美味しくなる、レンジで温める、知ってますか？すごいな、知らんよ。なんか今までは割と冷やして食べたりとか、ね、今回はなんと温めようっていう感じになっておりまして、今日はそれをやってさらにインスタ映えを狙っていこうかなと思いますので、はい、それでは早速やっていきましょう。はい、いきます。それでは温めたいと思います。レンジにね入れますよね。レンジで600ワットで10秒でございます。早っ、いきます。秒やスタート。なんか面白いこと言って、あ、しょまろう。というわけで、おぉすげえ、何びっくりするわ、すごいすげえ、何が早く、何が、これはすごい、うわこれは映えかも、これすごいね。しかもさ、程よくチョコも溶けるんだね、やっぱね。なんか、すごっ、カフェスイーツみたい。ねえ、どう、いただきます。もちもち、え、もちもち、跳ね返ってきた、うん、うん、すごい弾力が、え、でもさ、すごい、見てても分かるようなもちもち感がもう、うん、溶ける、クリームみたいになったね、うん、まあ半分チンして半分普通に食べてとか、いいね、いいね、いいね、そういうのありやね、どっちも楽しめるもんね、これは美味しいわ。ということで、なんとこのようにして温めたエンゼルパイでですね、はい、インスタ映えを目指していただきたいと思います。なるほど。ただしインスタ映えを撮る、制限時間は10分と結構あるっすね、なってますね。あちらに結構用意てますので、それをもうふんだんに使っていただき、撮っていただきたいと思います。それでは、撮影スタート。スタート。いやー、これは早い者勝ちですね。もう決まってる人が先にね、私はもう決まってます。どうしようかな、おお早いな、早いな。なんかさ、ナオトさんすごくない？やばいよ、この人、世界が入ってるから。はい、決めて。ナオティこれでしょ。ナオティ絶対これやろ。誰が実家の自分の部屋の壁紙の色やねん。誰が。すげえ。それさ、上にクリップかけても美味しそうに見えるんじゃない？白のやつもかけたら美味しそうに見えるんじゃない？はい、ちょっと。今回結構映えじゃないこれ。よし、あと5分くらいですよ、皆さん急いでくださいよ。やばい、なんか白のやつだけど、いや、違うね、一人だけなんかワクワクさんみたいな。いや、違うね、世界がな、向こうに広がった世界、他の深さおる、誰かさ、髪押さえて、はい、はい、はい、いいよ。残り1分です。女子は毎日写真撮ってるからな、え、すごない？いや、ちょ、これ落とした方がいいけど、はい、ということで、はい、皆さんインスタ映え写真を撮れましたか？バッチリですよ、撮れました。で、ちょっと候補になりそうな写真を、うん、まとめていただきましたので、はい、早速、じゃあ1人ずつチェックしていきましょうかね。はい、
あらいいね、映えてる。これもカフェよね。うん、しかも結構高級なカフェ。わかる、一品としてありそう。ちゃんとナイフとか置いてる。へぇ、そうそう、それがテーマだから。中には何が あるの。下にマリー引いて、その上に切ったエンゼルパイを溶かしたやつ。あれかな、あのマットがなくて新聞紙引いてるのかな。あ、これはあのファッションで。あー、素敵。おしゃれなんで。おしゃれ。テーマは何なんですかこれ。あの、これテーマフランス料理です。あ、なるほど。いいよ、なんか最後のメインに出てきそうやもん。確かにね、うん、かわいいね、いい感じですね。ね、いいよ、うん、いこれうわすごいな、迫力がすごいな。これはテーマ言っていい、うん、幻のエンゼルパイ。どういうこと。これ結構映えやと思うんだけど。なんかあの火星みたいなんかパワースポットみたいじゃない。いや結構怖いわ俺なんか。ちょっと興味覚えちゃう。で全部一色にした。食べ物のこれね、かけると美味しい。そう、これをね、かけるっていうスタイルなの私。そういうことか。それがあるから。だからこれをかけたことによって、この上クリープをプッってやってるんですけど、それも溶けてクリーミーになって、なおかつ美味しいみたいな。あ、いいね。なるほど。かけたらもっといい感じ。でもだからこの壁紙と皿のチョイスだよね、絶対。センス抜群。でもあの満足度はあるっていう、あのあれでしょ、単純に5つぐらい入ってる。出たよもう、はい、もカフェよ、カフェですね。本当カフェ。コンセプトカフェ。でいつもカフェ行ってるもんな。いつもじゃないよ、でも好きなんですよ。だからちょっと色味を意識して、なんかそういうものを全部合わせました。かわいいね。かわいい。アイスはなんかあのそのままマリにつけて食べてもいいし、エンゼルパイにつけてこう一緒に食べてもいいしみたいな。じゃあどれがメインなんですか。うん、これそうだよね、分かりづらいよね、ちょっとね。何やのそれ。でもあれやで、全体の写真を見てみんな選ぶから。確かに間違いない。全員の視野で入った時にこれは絶対いい。いやでも多分パッて見た時に勝手にこういいねしちゃうな私が。それだけ変な力が働いてるわ。あー、すごい。なんかやっぱ北海道感。確かに、確かに。なんか北海道のカフェって感じ。牧場で食べる牛さん 100% の牛乳を使ったタイプのティラミス風意識エンゼル。え、周りに散らばってるの何？これココアのパウダー。美味しそう。70%のやつだよね。何隠してんの？あの今ちょっと見せられないじゃん。アイスが溶けちゃった。あとやっぱね、食べ物なんで、うん、距離感意識しましたね。やっぱ、ね、いいね、近い方がね、美味しく見えるっていう。やっぱ確かにそう見えるね。そう。はい。おお。森林。すごい。そうそうそう。すごい。行きつける人しか知らない喫茶店。森30分歩いて。待って、なんか小説に出てくる。俺そういうのテーマや。そう。あのよくちっちゃい頃見る映画とかあるやん、はいはいはい、そういうアニメみたいな、はいはいはい、それの中に入った世界観。ああ、なるほどね。だってそうそうそう、一番レンズに近いの葉っぱだもんね。ピントが葉っぱ。ピントが葉っぱだもんね。ほんまにだから俺はもうこの世界観に入りたかった。だからこの壁紙も立ててこういう風に。でも確かにさ、エンゼルパイが切り株に見えるしさ、うん、小枝がマジで枝に見えるよ、ね、確かに。全部をもうそうしたかった。これ見た瞬間にも思いついてます。素晴らしい。作品としては確かに、うん、展示会、美術館、商店とかで賞は取れそうです。賞は取れそう。ってことで、はい、なんとこちらのインスタ映え写真は LOL 公式インスタグラムで公開いたします。よっ、はい、イエスが多かったメンバーの投稿が優勝となります、はい、結果は森永製菓チャンネルの YouTube コミュニティ投稿で後日お知らせいたします、はい、のでぜひ皆さん、楽しみにお待ちください。はい、あとね、レシピもね、説明欄からご覧ください。説明欄からね。レシピはですね、皆さん説明欄からご覧くださいということなので、はい、いろいろね、あのもっといろんな、なんていうんですか、アイスとかのアレンジ、アレンジのレシピも載っておりますので、ぜひ皆さん、まあ、通勤俺たちのアレンジよりいいやつが載ってる。そう、間違いなくね。で、うちら以外にもなんかインスちゃんとしたインスタ映えの写真がね、うん、あの、うん、あるみたいで、はい、たくさん、あのそちらの方も皆さんチェックしてください、うん、よろしくお願いいたします、皆さんね、ぜひ今回のこのエンゼルパイ、うん、10秒600ワットで温めるだけで、そうやね、本当にいつもと違う楽しみが増えますので、ね、ぜひ皆さんね、楽しんでいただけたらなと思います。ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします、はい、またね。じゃあ
後でこれは温めて食べます。みんなで早く食べたい、食べたいと思います。はい。